はい、本日はですね、35歳以上の方のノースフェイスのダウンジャケットはこの3着だけでいいというのをご紹介していきたいなと思います。まず1つ目っていうのがですね、こちらヌプシジャケット、そして2つ目がこちらオルタレーションバフスジャケット、そして3つ目っていうのがこちらマウンテンダウンジャケットで、それは理由ももちろんありますので、それぞれのシーンに合わせてこの3着持ってたらノースフェイスを全部買い漁る必要全くないですよと、この3着だけでいきますよっていうところになってますので、それをお話していこうかなと思います。まずはですね、ヌプシ、もうこれに関してはもう多分みんなが分かると思うんですよ。ああ、そりゃそうやっていうことなんですけど、あくまでお先にちょっと言わせていただきたいんですけども、今回ノースフェイスのアイテムっていうのはちょっと品質とかはちょっともう度外視します。皆さんもう見慣れた光景ですよね。僕のこのヌプシ着てるのって毎年何回でも見てください。ほんで、ね、持ってはるっていう人はもう買わなくて大丈夫です。もう持ってるんやったら、もう去年のモデルでも一昨年のモデルでも、僕みたいにこの3年4年前のモデルでも OK、 もう1着持っとったら OK で、もっと言ったらヌプチヌプバーたちが、まあ、今年から出ましたけど2024年から新しいワード、ヌプシを着てるおじいさんヌプジ、ヌプシを着てるおばあさんヌプバーっていうのがあるんですけども、ヌプジヌプバーも1990年ぐらいのヌプシを着てはる方もいらっしゃるんですけど、もうそれで OK、 もう1着あったらそれで OK なんで、それが新しいとか今年っぽいとか特にないんですよ。でもっとちっちゃいこと言うけども、今年2024年のカラーがもしかしたら冒険してるカラーはなかったんですよ。だから別にそんな買い足さんでも OK、 すっごいいい色あるなっていうのもなかったんで、持ってはるっていう方はもう買い足さなくて全然 OK かなと思います。でもそれぐらい全世代にもうマストで持っといてほしいようなジャケット、これがヌプシジャケット。そしてヌプジーヌプバーはもちろんのことですけども、ヌプおじヌプニーヌプボーっていうね、だからヌプ坊主からお兄さんおじさんじいさん、まあ、ここまで全員持っていきましょうっていうところがヌプシっていうジャケットになってるんじゃないかなと思いますので、まあ、これはとりあえず持っといてくださいと。で特に使う用途としてはどういう時に使うのっていうと、何も考えんと使いたい時、小賢しい時あるじゃないですか。うわちょっと上何着ていこうって小賢しい時とか、着てて疲れるようなジャケットじゃないので、特にフードがないタイプはそうなんですよ。フードのあるヌプシは話が変わってくるんだけど、フードないヌプシに関してはもう何も考えずにパッて着るだけ、特に中にパーカー着てようがスウェット着てようがこうロンティー着てようが丸首であろうがフードがあろうが関係なくパッて着れるっていうところがヌプシの最大のメリットであって、それでコスパも値段も安いから買い替えれることができると。ノースフェイスの中でもとにかく安い方なんで、これはまず1着持っときましょうよと。なんかまあおしゃれとかおしゃれじゃないとかそんなことはどうでもよくて、とりあえずまあ便利よねっていうところねっていうのがヌプシで、ヌプシに関してはこれ以上喋りません。 OK、 なるほど。で今回次新しいのが出てきました、オルタレーションバフスジャケットっていうジャケット。でこれに関しては聞き覚えのない方もいらっしゃると思うし、ああこれ去年から出てるあのバルトロのお兄さん分ね。そうなんですよ、これバルトロのお兄さんなんですよ。勝手に僕言ってますけども、店員さんにはちゃんと正式名称を言ってもらいたいなと思うんですけど、これを選んだ理由というのはなんでなんかっていうと、僕個人的にその既製品のバルトロにあんま興味ないんですよ。だから一度オーダーしたことあるんですよね。でそのオーダーしたやつは姫路の視聴者さんのとこ行ってますわ。でその視聴者さん来てくれてるから、たまに見かけられたら声かけるらしいんですよ。あ、拓造さんのダウンの人ですかみたいな感じで声かけられることあるらしいんですけど、まあ、それカスタムしてるのは僕色味的に気に入ってるんですけど、既製品で出てるやつの色味が僕あんまり個人的に好きじゃないっていうところもあって、もともとねジャケット自体が大きいじゃないですか。でこれもバルトロにすごい似てるんですけど、何が違うかっていうと、バルトロと違ってこの2色展開じゃないんですよ。そのバイカラーじゃないから、この肘の部分だけ色違うとかってなった時にどうしてもなんかガンダム感というか、なんかこうスポーティー感が出ちゃうから、これを選んだ理由っていうのが、アダルティーな人にも対応できる、要は35歳からの大人がマジで私服着ていく時にもいけるよねっていうのが今回これを選んだんですよ。っていうのも何でなんかというと、一番大人っぽい素材感なんですよね。でそれがこんな感じのナイロンなんやけども、ちょっとコットンライクな感じの質感なんですよ。だから正直このバフスジャケットは入れるかどうかめちゃくちゃ迷いました。っていうのも何でかっていうと、そもそも僕バルトロ自体がそこまで上位に入ってないので、僕の中でね入れることはないけども、でも皆さんバルトロお好きな人多いじゃないですか。でもバルトロ飽きたよっていう人多いじゃないですか。ってなったら大人っぽいバルトロどうですか、要はバルニーですね、バルニーどうですかっていうところになってるので、このちょっと大人っぽい感じの大人の品格、そして大人の色気、こういうのを出していきませんか。それがバルニーなんですよと。やっぱノースフェイスのロゴがないっていうだけですごいこう私服感が出ますよね。ほんでね、言いたいこと分かりますよ。いやいやバルトロの黒でもその感じ出えへん思うじゃないですか。ちょっとよく見てみてください。この近くで見るとなんていうの、このシワ感のあるのがちょっと風合いあるじゃないですか。あれコットンなんかなって思うような感じ。でもこっちのバルトロの方っていかにもこうナイロンな感じ、シャカシャカしてるような感じになってるっていうのが、こう近くで見た生地感の表情がまず違うっていうのと、それとこう着てみるとロゴが1個あるかないかでえらい違うんやっていうところなんですけど、まあちょっとサイズはちっちゃいんですけど、これ M サイズでね着用しております。ちょっとこのロゴが入るだけでやっぱりなんか雰囲気違うよねと、大人っぽさからはちょっと離れる、あスポーティーな感じになるよねっていうところやと思うんですけど、これもね僕ね学校の先生時代に買ったやつなんですよ。2017年とか16年に買ったやつなんかな。だからもう言うてるまあ友達としては10年選手なんですけど、まあそれぐらいね長く
着るっていうのもそうやし、やっぱバルトロの方がいいなっていうところはこういう前がテープになってるから、こうファスナー閉めた後にパパパパってすぐ閉まっていくっていうのはすごいやっぱ使い勝手はいいんですけど、やっぱりこういうボタンであるっていうところは使いにくいんやけど、そういう使いにくさとかこう不器用なところも愛せるのっていうのが35歳以上なんですよ。でこれカラーリング的にもやっぱりベージュっぽいカラーがあったり、まあ僕ネイビーは個人的にあんま好きじゃない色味やったんですけど、ブラックかベージュ系ってなったりした時にすごい私服で合わせやすいなと思って、他にももちろんビレイヤーとかキャンプシェラとかまあいろいろありますわ。やけどまあこれがその今回3つ紹介する中で唯一大人っぽいっていう路線がなかったんですよ。なのでまあ大人っぽさで言うたらやっぱこれなんかなっていうところで、唯一のこの生地感、だから洋服って面白いもんでパターンなんかほぼバルトロと一緒なんやけども、生地ちゃうだけでこんだけ見え方変わんのっていうところが洋服の面白いところやし、かといって性能は変わらないんですよ。それもまた面白いじゃないですか。同じくゴアウィンドウストッパー使って、ただ表地変わってるだけ、中のフィルムは全く変わってません。ちゃんと防風素材やしっていうところなんで、そういうところで2つ目なるほどと。1着目はとりあえずオールマイティに使えて何も考えずに着れる、もう楽ちんで、2着目っていうのはいやちょっとお出かけするときにヌプシはそのあたり高校生だともう変わらへんやんかってなったときに、僕らみたいなヌプ王子っていうのはちょっと大人っぽい、まあバルニーの方に行くわけなんですよね何の話してるか分からんけど。で次がマウンテンダウンジャケットで、これに関してはなんで今回これをチョイスしたかっていうところなんですけど、これにはね理由があって、今回この3着をあることで全てを整わせようと思ったんですよ。何があるかなと思ったら、最後に唯一天候に左右されないジャケットが必要になったんですよね。ってなった時にこれゴアテックス使ってるダウンジャケットなんですけど、これってね皆さんからしたらゴアテックス使ってるジャケット、あそれがどうしたんって思うかもしれないけど、いろんなブランドの僕ダウンジャケット買ってるじゃないですか。それこそハイブランドモンクレールとかタトラスとかいろんなとこ買ってて、それこそヘルノっていうブランド、イタリアのブランドなんですけど、そんなも高級ダウンなんですけど、そういうのはゴアテックスインフィニウムウィンドストッパーは使われてるんですけど、この防水のゴアテックスってなかなか使われないんですよ。それを使ってるブランドってまあないんですよね。僕知ってる限りで言ったら、それこそ水沢ダウンとかが15万円ぐらいで使ってたり、もうちょっとするのが今17万18万ぐらいすると思うんですけど、それとかぐらいしか知らないんですよ。ってなった時にこれがまあ7万とかで出してる、要は半額以下で出してて、防水完全防水で全天候いけるダウンジャケット、この辺無理じゃないですか。全天候は無理やし、まあ、こっちはまあ暴風とかいけるけども、大雨とかなったら無理なんですけど、大雪とかなったら無理やかもしれんけど、まあ、これやったら全く関係なくいける。でこれでもう一個だけちょっと候補上がったっていうのがこれなんですね。アンタークティカパーカー、これももうゴアテックスの防水仕様になってて、さらにもうちょっと丈も長いから、どっちかって言ったらもっと寒いとこに行く時なんかはこれがいいかなと思うので、まあ、性能はほぼ一緒です。要はこれは本州というか都心とかやったらこの程度で十分やけど、いやちょっと北海道行くとか海外行く、寒いとこ行くってなったらこっちまで行く必要はあるかもしれないんですけど、まあ、アンタークティカパーカーってこんな感じなんですけど、自分のダウンジャケット引き出しパッて引っ張ってきて、別にノースフェイスとか関係なく選ぶとしたら、ほとんどこれ見てる人はノースフェイス好きやから見てるんやと思うんですけど、僕個人的にあんまり着ないんですよ。ノースフェイスのダウンジャケット着ないんですけど、全天候カバーしようと思ったらこのゴアテックスモデルっていうのはどうしてもこのノースフェイスが外せなくなってくる。ヌプシとかはちょっと言うたら言い方変えたらもっとハイエンドモデルとかが他ブランドでもあるので、別にここに行く必要はないかなと思うんですけど、まあ、今回あくまでノースフェイスの中でダウンジャケットっていう括りになってますので、ってなったらもうこの3つしか出てこへんのちゃうかなと思うんです。今回ノースフェイスの中でほんまにこの3つ、僕いろんなダウンジャケット、ノースフェイス以外も持ってたりする中でも、いやこれノースフェイスで考えたら安いよな、普通に考えた時にもう4万円以下めっちゃ安いやな、これ買うべきやんなってなってくるし、よく分からへんセレクトショップのダウンジャケットとかオリジナルのやつ買ったりしたら、それもだって4万とか5万するんですよ。こんなんで4万5万して買ってる人いてんのって思うんやけども、もうもちろんちゃんと製品作ってはるとは思うんですけど、やっぱり比べるんでってなった時に、あちょっとこれはまずいんちゃうって思うのもあるんですよ。ってなったらすごいコスパいいから、まあ持ってる人は買い足す必要ないけど、持ってない人はまあ1着持っといたら楽ないいねんちゃうっていうのと、この手のフードなしのタイプで使い勝手のいいのってユニクロから出てないんですよ。ユニクロかもコマシなやつでこうフードなしのって出てないから、もしそれが出てたらいやユニクロでいいですよって言うんやけども、まあそれが今ないからここかなと。でマウンテンダウンじゃなくてバフジャケットはもうこう大人っぽい感じってなったら、タブランドにはありますよ。タトラスとかでドミツアーノとか言ったらすっごい大人っぽいのがあるけど、まあ、そうなってきたらタブランドになってくるし、まあ値段もこれの3倍ぐらいはしてくるので20万ぐらいはしてくるんですけど、まあノースフェイスの中でこう大人っぽいのってあんまりないので意外と面白いんちゃうかなっていうところで、最後はまあやっぱゴアテックスで、ゴアテックス使ったマウンテンダウンっていうのはやっぱりノースフェイスに行かんとなかなかないっていうところなんで、でノースフェイスの中でもこのマウンテンダウンとかアンタークティカパーカーとか、このあたりはほんまにゴアテックスの防水使ったダウンジャケットをもう前からずっと出してるんで、やっぱりそこは間違いないよねと。まあ、これだから全部もし買ったとして4万のヌプシ、バブスが6万、マウンテンダウン7万、17万で買えるんですよ。で17万って今ストーンアイランドとかカトラスとかムーレとかのダウンジャケットが30万とか20万とかするので、それ1着より安いんですよ。で3着も買えて全天候全シーンカバーできるってなったら、すごいこうコスパよく買えるっていうのが、まあ、今回この3着なってるんちゃうかなと思います。まあ、こっちのアンタークティカパーカーとかに行くと9万ぐらいしてるからもうちょっと高くはなってくるんですけど、
まあ、以上が買うべき3点ということだったんですけど、僕実はこっそり新しく買ってるやつがあって、まだ届いてないんですけど、また派手なやつ買ってるんですよ。ノースフェイスの限定というかノベルティのやつなんですけど、それのキャンプシェラショートっていうのがあって、それはフードも外せるんですよね。でそしたらもしかしたらヌプシの代わりになるんちゃうかなと思って、まあ、一回買ってみようかなと思ってって、まあ、買ったんですけど、それは5万円ちょっとぐらいするんですよ。だからやっぱ値段的に考えても、まあ、結局は語れへんやろうなと思うんですけど、まあ、僕個人的には柄がすごい派手な柄やったんでいいなと思って、まあ、購入はしてみたんですけど、またそれもね近いうちにレビューしたいなと思ってますので、まあ今回は35歳以上のノースフェイスのダウンジャケット、この3着あれば全て OK っていう動画を撮らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。